ジョン・ドナルド・ミッチェルは、イギリスのミュージシャン、ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスの元ドラマー、ミッチの愛称で知られる、ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて、第8位。早くから、スタジオミュージシャンとして活躍する一方で、10代の頃は、子役として、テレビドラマに出演するなど役者としても活動していた。 キースムーン加入以前のザ・フーのセッションにも参加しているが、正式なメンバーになることはなかった。1966年8月に、ロンドンで開かれたオーディションにて実力を認められ、ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスの一員となる。バンドのマネージャーだったチャス・チャンドラーによれば、もう一人の最終候補であったエイエンズ・レイ・ガンバーと、どちらを選ぶか悩んだ末、コイントスの結果で、ミッチェルが選ばれたという。 ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスは、ベーシストのノエル・レティングの脱退により1969年、半ばに解散するが、ミッチェルはその後も、ヘンドリックスの片腕的な存在として、行動を共にする。ベースにビリー・コックスを迎えた、新たなバンド、ジプシー・サンズ・レインボーズに参加し、ウッドストックフェスティバルのステージにも立った。 また、しばしば、ヘンドリックスと二人だけで、スタジオに入り、レコーディングを行っている。ただし、ヘンドリックスが1969年末から1970年、初頭に展開した、バンド・オブ・ジップシーズの活動では、ミッチェルではなく、バディ・マイルスがドラマーを務めた。これらの活動と、並行して、ローリング・ストーンズによる、テレビ番組、ロックンロール・サーカスの撮影のために結成された。 ザ・ダーティー、マックやマイルス・デイビスのビッチェズ・ブリューのデモセッションでもプレイしている。1970年9月にヘンドリックスが休止した後は残された音源の編集作業に関わった。一方で自身のバンドを結成し活動をするがジム・ヘンドリックスエクスペリエンス時代ほどの成功は得られなかった。2008年にツアーで訪れていたオレゴン州ポートランドで隠し、 六十一歳没、ありがとうございます。